ビルドアップ得意って言われているセンターバック90分通して見てみるとかなり怪しい時ある。楽しみでザフトボールでーす。というわけで始まりましたトークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。今日はですね、未来のサッカー界で流行する戦術を徹底考察ということでね、過去の戦術をですね、今日いろいろ調べて、あ、こういう風に流行って、こういう風に使うとこいなくなったんだみたいな、そういったのを調べていくうちに、じゃあ今後こうなるなみたいなところをですね、ちょっと試合も 見ながらですね、思ったことがありましたので、その辺をですね、まとめてわかりやすく、まあ皆さんに紹介することによって、まあ今後流行る戦術がわかり、なおかつこう日本代表ではこういうことやればいいんじゃないかみたいなね、そういったところにも話広げられると思いましたので、今回の企画やってみることにしました。というわけでいきましょう。まずですね、ポゼッション、まあずっと流行っていましたね。2008年にペップが、バルセロナの監督に就任してから、そのね、ポゼッション、ボールを支配して試合を支配する、そういった戦術によってですね、数々のタイトルを獲得しまして、そのバルセロナの、選手たちをですね、中心にしたスペイン代表も、ユーロだったりワールドカップを取りました。ただこれがなぜ衰退したのか、これに関してはですね、僕衰退っていうより、それを選んでいた人たちが、まあ撤退して方針を切り替えたっていうふうに言うのが正しいと思います。まあ現にね、ポゼッションずっとやってるペップ・ガルディオラのチームは、まあ、バルサもそうですし、バイエルもそうですし、シティも、ね、ずっと結果を出し続けているわけなんですね。なんでポゼッションが悪いっていうより、ポゼッションが流行って、あ、みんなができるわけじゃないんだっていうふうに気づいて、みんなそれぞれ方針を切り替えたっていうのが正しい言い方だと思います。まあこれに関してちょっとね、新しいのを、こう紹介する前に、説明しますと、ポゼッションにおいてはただ上手いだけじゃなく、いるべき場所と動くべき場所っていうのが非常に大事になります。でそれに合わせて、こうね、タイミングをきちんと考えてパスを回すっていうのも大事になりまして、決してね、足元が上手いから OK っていうのが、ポゼッションフットボールではないわけなんですね。でその中でですね、まあ重要なのはまずストライカーの存在。どうしても中盤でボールを回すのでゼロトップとか言われてストライカーいらないように思われがちですが、やっぱりウイングが裏に抜けるからメッシュは下がってこれるっていう、まあ先日のゼロトップの説明であったパターンです。なんでこのね、裏を狙う選手と、手前を使える、この上手い選手たち、そのね、相互関係があって成り立っていたのがポゼッションフットボールですので、それをね、分かってない監督が使うとうまくいかないパターンめちゃくちゃありました。でプラスですね、これだけではなくて、やっぱりその中で得点を取れる選手、スペースがない中でですね、得点を取るんで、普段よりも難易度高くなりますね。となると、そういった選手をですね、呼んでこれるチームがポゼッションフットボールをできるチームでして、プラスディフェンス、後ろで回すのも上手ければ、回して相手を押し込んだ時に、今度カウンターでね、人数少ない状況で守れる選手っていう、そんなね、回すの上手くて人数少なくても守れるみたいな選手って、ほんと限られてるじゃないですか。ってなると、ポゼッションフットボール、めちゃくちゃ金かかんないってなって、ね、みんなでやり出したんですけど、これ違う違う違うって言って、やめたみたいな。まあそれがですね、現在の状況だと思うんです。ポゼッションはもう全員上手くなきゃいけない。なんならね、ゴールキーパーまで繋げなきゃいけないですけど、カウンターに置いたらみんなで守って、そっから3人ぐらいで攻めて、点取れればいいんで。ってなるとね、上手い選手っていうのは高いですから、ね、高い選手を変えるっていうのはもういっぱいお金持ってるチームだけなわけで、結局みんなカウンターを使い出すっていうのは、まあ当然の流れなわけなんですね。まあシメオネとかモーリーニョとかね、プレミア優勝した時のレスターみたいに、まあ、差はあれど、きちんとブロックを組んで守って、そっからカウンターっていうチームが、まあ多くなってきたのは当たり前ですし、そこからね、コンテみたいに3バックを使うチームがいたり、クロップみたいにですね、カウンターをベースにしながらロングボールでそこからの拾い合いを制すみたいな、ゲーゲンプレスみたいなチームがあったり、あとはですね、ライプツヒですね、4-2-2-2でそこからね、同サイドに圧縮して、こうボールの奪い合いの、そのカオスの状況をあえて作り出して奪ったところから周りが追い越していって得点取るみたいな、そういう風にね、流派がどんどん分かれていくわけです。ただ分かれた流派の中でそれぞれも進化しなきゃいけないわけですね。例えばクロップの場合ですと、そういったね、ゲーゲンプレス的な、すごく運動量を使う戦術から、先日紹介したみたいに、プレミアリーグの過密日程、まあチャンピオンズリーグもありますから、そういったところでね、きちんと力をセーブしながら戦うために、ポゼッションっていうのも導入して、今はね、ボールをきちんと回しながら、必要なところのロングボールでの拾い合いっていう、そのね、ミックスしたみたいな戦術になっています。またですね、ペップもそうですよね、ポゼッションフットボール、ボールを繋いで試合を支配するんだって言われてますけど、先日のね、このパンデミック前のレアルマドリ戦、かなりエデルソンからロングボール裏に蹴っていました。それによって相手ボールになるんですけども、レアルマドリードの攻め方、まあいつも紹介しますけど、ベンゼマ開けたスペースに走り込む選手いないんで、チコ、ポゼッションの攻撃になると、その今言ったように動き回る選手がいないんで、このボールは回せるんですけれども、危険な場所にボールが入ってこないんですね。なんで怖さがないと。なので、レアルには渡しちゃおうって言って、渡した上でのサッカーを展開していました。その後、サッカーの進化っていうのは、こういう風にね、チームごとに流派があって、その流派ごとに進化していって、それがね、まあ、大きな流れになるみたいな、まあ、そういった形なのかなっていう風に思うんですね。例えば、このままシティの話しますと、後ろからね、細かく繋ぐっていうのは、もっと減ってくるかもしれません。前から激しく来れる相手に対して、繋いでると、それだけね、プレッシャーが激しいので、ミスも増えるじゃないですか。そして今後は
ですね、交代枠も増えてくる。ってなると、前からのプレッシャーがより一層激しくなる。90分でですね、サッカーを考えなくていい。交代枠5人だったら、その中でね、もう途中交代させる前提の選手っていうのは走り回ってきますから、それによって後ろから繋ぐサッカーっていうのはですね、より一層ミスが起こりやすくなって、不利になる可能性十分あります。ってなると、ロングパスをどんどん使うようになりますので、そのロングパスの質を高める。ロングパスの質を高めるには、まあ練習もそうですけれども、ボールの出して、こう余裕を持った状況に、こうあるっていうのが非常に重要だと思いますので、なんで、エデルソンとかがですね、もうロングボールどんどん蹴っていましたけど、ああいう風に、キーパーからのこうレジスター的なね、こう役割っていうのが、まあどんどん増えてきて、そこに対して、こう走り込んでそれを拾うための配置みたいな、ちょっとゲーゲンプレスのキーパーからバージョンみたいなですね、形っていうのが、まあシティはじめ、多くのチームで取り入れられる可能性、十分あると思います。で、そのボールを奪う話で言うと、前からね、一生懸命走る選手が出てきて、こう途中交代されるってだけではなく、まあ、エリアトラップ。そのね、エリアに、誘い込んで奪う守備。例えば、リバプールだったら、フィルミーノがちょっと下がって、サイドバックとセンターバックのコースを塞ぎながらですね、コースカットプレスをかける、マネタ・サラーによって、中央に引き込むみたいな。こういったエリアトラップですとか、こう、ライプツヒとかにある、このね、5-2-3 みたいな形で守りますけれども、ウィングバックと、ボランチと、そして前にいるシャドウ。この3人の三角形で、サイド追い込んでしまって、逆サイドの選手もみんなね、同サイドに圧縮するみたいな。先日のドルトムントもちょっと似た形でしたけど、そういう風にね、このサイドのエリアで囲んでしまって、そこからね、無理にくさび入れてきたらセンターバックがですね、前に出ていく守備をするみたいな。こういったですね、一つのエリアに限定して守備をして、そこからのカウンターっていうのを狙うチームが増えてくると思います。このエリアトラップの良さっていうのは、前から単純にね、同じ人数でこう守備をするのに比べてですね、リスクが少ないんですね。なんでかというと、その一つのエリアに限定してしまいますので、そのエリアからパスが出ないエリアっていうのはもう放棄できるんです。サイドバックへのコース切っていますので、サイドバックには出ない。だから、中にね、こう詰めていくことができるっていう、まあそういった追い込み方。まあそれでもね、上を通されたり、中をね、ワンツーで通されたりっていうのはあるんですけど、基本的にはそこをですね、まあ通されない前提で、エリアトラップっていうのを仕掛けると。で、ライプツィヒに関してもですね、逆サイドは使われないっていう、まあ使わせないっていう前提でですね、守備をすることによって、そっちは放棄できると。ってなると、ディフェンスラインは前掛かりにならなくていい。このね、捨てた場所がある分ですね、後ろの選手たちはですね、そのまんまの場所に入れますので、捨てた場所がないとみんなで前から行って、後ろのね、一番危険なキーパー前っていうのが空いてしまいます。ただ、ちゃんとね、前の方のポジションで捨てるところを決めることによって、後ろはね、ちゃんと準備ができる。なんで、リスク管理をしながらリスクを犯せるっていうですね、そういった戦術なんで、リバプールだったり、ライプツィヒがやってるような方がですね、どんどん世界中に増えていくのかなっていうふうに思います。あとは今後、より一層ですね、守備が硬くなって中央のブロック固めるみたいな、まあそういった時にですね、深い位置からの折り返しの攻撃が有効っていうのは、いつもこのチャンネルで説明しています。深い位置からのクロスを折り返されると、視野をリセットされるから、こっちの選手がマークつけないみたいな。ただ、それはですね、まあ、ドリブルで、ね、深い位置まで行ける選手だったり、サイドのね、2対1作ってですね、オーバーラップさせたりとか、まあ、いろんなですね、細かい、このね、技術だったりとか、戦術的なですね、ディティールが必要になってくるんですね。それよりも楽なのは、このね、ガチガチ低い位置で固められても、遠距離攻撃、すごい高いね、ベッカムみたいな精度のアーリークロスで、ヘディング中で叩き込めたり、ブロックの外からミドルシュート打って決めちゃうみたいな、まあ、そういった選手がいたらいいじゃないですか。これ実際バスケの世界だとステフェン・カリーって選手が出てきて、スリーポイント打って入れまくって、もうゲームチェンジャーになっちゃったみたいなことあるんですけど、そういったね、アーリークロスだったりとかミドルシュートを、まあ、入れまくれる、打ちまくれる選手で、その選手たちの精度が高かったらですね、一気にサッカーというのは状況変わると思うんですね。ってなると、そこにいる選手たちってどういったポジションの選手なのか。打てる状況でもフリーじゃなきゃ打てません。どうやってフリーを作り出すか。元々のフリーの選手がそれをやればいいんですね。ってなると、攻撃において一番マークされないのって、キーパー除けばセンターバックですよね。センターバックの選手にね、ガチガチマークついていたら、それによってね、他の、まあ、前線の選手を開けてしまうことになりますから。ってなると、リベロ。これが復活するんじゃないかというふうに思うんですね。リベロがですね、ただ上下、移動して、フォワードの横にですね、出ていってクロス叩き込むっていうだけじゃなくて、こう、例えば、サイドバックとウィングがマンマークされていても、そこにですね、センターバックが中央から流れていっていいクロスを上げられれば、その選手は確実に、このね、クロスサーとして戦力になります。現にね、センターバックってファンダイクとかセルヒオラモスとか、ロングボール上手い選手いっぱいいるじゃないですか。なんで、クロスサーとしてそっちにね、出ていって上げることができて、その精度が高かったらものすごく武器になると思うんですね。ただその際にちゃんとね、中盤の選手が下がってとか、まあ、いろんなカバーする、まあ、形っていうのは重要ですよ。ただそういった、ちゃんとフリーの選手が遠距離攻撃できる状況を作ってあげるっていうのはですね、今後の戦術で非常に重要な部分になるかもしれません。現にね、例えばマンチェスターシティが優勝したシーズンとか、レスター戦でね、コンパニーのすごいミドルシュート決まってとかですね、あと、アトレティコ・マドリード、
あのジョアン・フェリックス降りていきすぎ問題あるんですけど、ただ降りていったところからのミドルシュートがすごいんで、なんでそれによってほっといてもいいと思ってた選手がほっといちゃいけない選手になってるんですね。ほっとかなきゃいけない選手、もう優先順位的にあそこほっとかなきゃなって思ってる選手がそっからめちゃくちゃいいボール蹴れたら怖いんで、ロングキックの精度を高めるっていうのは重要なんですけど、そのねロングキックを蹴れる選手をいかにフリーにさせるかっていう仕組みで、その中でねやっぱりセンターバックが自由に動いてそれをカバーするシステムを作るっていうところで、リベロシステムっていうのが、今後復活するんじゃないかなって、僕は思います。あとはポジショニング技術の向上、まあ、これに関してはですね一個もっとですね徹底されてサッカー界の約束事になるのが出てくると思います。それがまあファジーポジション、サイドバックと、このサイドハーフの間の曖昧のポジションですね。ここにいることによって相手のサイドバックを釣り出すことができますし、サイドバックをね釣り出せなかったらサイドハーフがそっちに行くので、ライン間が空くか、もしくは、サイドバック釣り出すことによってセンターバックとサイドバックの間のスペースが空く、つまり相手の急所をですね炙り出す前の仕込みをできるポジションなんですね。ここにウイングを張らせとくか、サイドバックを上がらせるか、インサイドハーフを、こう張らせるか、そこはチームごとにね適材適所でやらせてあげればいいと思うんですけど、こういったねちゃんとサイドバックとサイドハーフの間を取るっていうことがですね、もっとサッカー界にどんどん浸透してくると思います。でこれが浸透してくると今度可変システムっていうのが浸透してくるわけですね。例えば張っておいた方がですね特性発揮できるウイングにですねライン間にいさせたりとか、あとは、中にいた方がいい選手にですね、サイド張らせるみたいな、そういった状況結構起きるじゃないですか。日本代表でいうと堂安中入ってサイドの高い位置に酒井宏樹来るけど、そっからのクロスは全然有効じゃないみたいな。なんでそこのねファジーなポジションにいるべきなのは、この場合ですね、この突破力のある伊東純也みたいな選手をそこに置くか、堂安を中に入れるんだったら、こうボランチの柴崎とかが出ていって、こういったダイアゴナルアップ、斜めに追い越していくことによって、中央の選手はついてこれなくて、なおかつ、キック精度の高い柴崎がですね、そこからクロスを入れられるっていう、まあ、さっきね、説明した、このフリーにさせるべき選手っていうのをちゃんと考えて、そこからですね、精度の高いボールが入るっていう形なんですけど、こういうところでですね、ちゃんと、まずポジショニングで大前提っていうのを考えて、そのポジショニングの大前提のところに適材適所の選手を置くっていう、まあ、こういったですね一つ一つ階段を登っていけるわけなんですね。あとは守備面とかも考えると、アレグリのユベントス時代、エムレちゃんなんかはパスをね回す時に360度視野取って三角形作るっていうのは苦手だったんで、守備の時には442の真ん中なんですけど、攻撃の時にはドリブルで持ち上がる能力もあるんで、3バックの右に降りてきてね、視野は360度取らなくていいし、ただドリブルでは運べるスペースができるしみたいな、攻守において得意なポジションに置いてあげるみたいな、日本代表で言ったら遠藤航とかにやらせてあげたらいいと思うんですけど、そういった時代がヨーロッパの本当トップオブトップの監督がやってるんで、これが全体にこう浸透していくのかなって思います。まあこのようにロングボールのですね、まあ多様な話だったりですとか、エリアトラップだったり、リベル復活するんじゃないかとかですね、ドリブルの使い方とか、いろんなですね新しい今後のね戦術の動きについて話しましたけども、最後に一つ言いたいのは、まあフィルミーノの話。なんでフィルミーノかっていうと、僕ですねさっき言ったリベロ、この攻撃において必要なところに動いていって、そこでキック精度で勝負するって話したじゃないですか。それですね、前線から動いて必要なところで味方を助けるですねテクニックを見せているのがフィルミーノですよね。で守備においてもですね、必要なところに戻って、そこに戻ってくれたかフィルミーノっていうシーンあるじゃないですか。なんでフィルミーノってこう独立遊軍みたいな感じなんだろうなと思いますね。守備で真ん中から出ていって攻撃を助けるのがリベロだったら、フォーメーション上は一番前の真ん中にいるんですけれども、下がっていって攻撃も守備も助けるみたいな、逆リベロみたいな感じだなっていう風に思いまして、でそれがディフェンスラインに組み込まれてるわけではないので、このね、ちゃんと、ディフェンスライン整えた相手からのボールを弾き返す守備するときには決して迷惑にならない。むしろね、フィルミーノに余裕があったらちゃんとボールの出所を抑えてくれみたいな感じになるんで、今までリベロって後ろから出ていく形なんでリスクが高くてそんなにやられてなかったと思うんですけど、前からいろんなところに戻ってくる形で、その戻ってき方っていうのが理にかなってるフィルミーノっていうのは、すごいなんか戦術をですね、こう今後どういうふうに進化していくかって考えた上で最先端の存在だなと思うんです。なんでそういったフィルミーノ的な上手くて頭のいい、一生懸命チームに尽くしてくれる選手っていうのが日本にいたら、まあ日本っていうのはこのねシステムが変わらなくても一時的にはすごいレベルアップするなって思いまして、そういった存在が今後ね久保建英になるんじゃないかなっていうふうに思いまして、今回の動画締めさせていただきます。いいねコメント、面白い動画だと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。レオザフットボールでした。バイバイ。